はいどうも皆さんこんにちは、ピオキングです。今日はみんなでバトルやっていきましょう。みんなエスプラスじゃなかった？今マクドナルド？マステリー？マステリーはい、いつもの通り英語力ゼロね。俺ゼロね。さてマクドナルドって書いてたけどどうなんだろう。俺は一番最後かな。これ右に行けばいいのかな。うおー危ない危ない。あれ M ってか、あーなるほど、速攻で、ね、速攻鍵があったのね。よし上に行く。これは2番手かな。危ねー、嘘、なんで俺最後やっぱエスプラスたちは違うな、みんな。よしでこれは中に入っていきたい。中に入りたいぞ。中入れないぞ。オッケー。さてルイージ来るだ。もう来るしかないよルイージ。もうそこにいてももうルイージ来るしかないから。さてキノピオ左に行けよし、もう一回左に行け。もう一回左に行くんだ。あ、ちょっと待って待って、誰これ。もうわけわかんないでしょこれ。待って俺じゃない今。ちょっと待って、俺かどうかもわかんないぐらいわけわかんない。もう誰か言って、誰か2番手です。中間ポイント取っておくか。あ、最悪、これ最悪、上最悪じゃん。これはじゃあ左に行っておくか。左に行っておいて、なるほど、あの赤コインがあるのか。これ見て、右マリオ、2個目に取った方が鍵を手に入れるんだきっと。どうしよう、もう先に行く。もうそんなことしてもしょうがないよマリオ。もうオッケーで上に入る。でこの鍵を奪えばいいだけでしょ。あ待って、嘘、最悪また。あマリオ死んでる。え鍵は、じゃあ鍵どこにあるの。うわ危ない危ない危ない、これ危ない。なるほどそういうことね。オッケー、これで鍵を手に入れたってことか。あちゃちゃちゃじゃあもう一回鍵を手に入れに行きますか。あごめん下手くそで、マジで下手くそなんだけど。でもう一回行こう、もう何回もリベンジしよう。この辺で鍵を待ってたらいいだけでしょ。で上に行く、で左、オッケー。これは熱くないな別に。嘘で、ファイヤーボール、ナイスファイヤーボール、オッケー。そしてでこの鍵どこに使うんだろう。で左にジャンプする。あマジで最悪、これ回転ジャンプしてしまった。どうしよう、一旦死んでおくか。またここに来なきゃ取れないんでしょう。あーなるほどそういうことか、土管に入るのね。多分そういうことだと思うんですけど。あれ、あーここの土管に入ったやつの勝ちかな。待ってマリオどうかして踏めないかなこれ。あ左に行った、マリオを踏みたい、マリオを踏みたい。待って、よし、そしてあーそこにあるの最後右行ってたら勝てたかもしれないな。いやさっきのコース面白かったんですけど、まあ、狭い場所でねあの鍵を取り合うっていうのはね結構苦手なんですよね。で今日なんかね集まりがそんなに良くないんだよね。今ね12時ぐらいにやってるんですけど、やっぱり昼間にゲームする人ってあんまりいないのかな。でもマリオメーカー2ってする人多いと思うんですけど、昼間でもね。これはこっちだな正解は。あのドッスンの上がちょっと怪しいなって思ったけど、でこれはなるほどそっちなのかな。キノピオが正解か。こっちはどこだ。で左に行くと、うそもうゴールしたの早くない。キノピオが正解か。いやそれじゃ最近ピオキングさん質問コーナーいつ出すんですかっていうねコメントが多いから先に答えておくんですけど、本当にね長いこと待たせてしまって申し訳ありません。一応収録はし終わってるんですが、なかなかちょっと編集がね大変で、もう少しだけお待ちください。そして一番右、キノピコ、レートやばかったね。でもね、簡単バトルコースって書いてたから、これはね、S プラス、まあ一番右のキノピコに勝てるのにワンチャンあるんじゃないかな。よし、一番下から行くか。マリオなんか怪しいぞ。よし、オッケー。よし、集中していきましょう。オッケー。よし、キノピコより、キノピコ早いな、やっぱり。よし、ジャンプ、オッケー。キノピコうまいな、やっぱり。うっそー確かに簡単だけどちょっと短くない？簡単バトルコースって言ってもやっぱりね
あのレートがやっぱ一番上の S プラスの人が勝つんですよね。もう多分レベルが違うと思う、ああいう6000超えの人、あんな簡単なコースでも負けるもんね。もしかしたらワンチャンあるかもって思ってたんですけど、なかなかね、そう簡単にはうまくいかないな。滑る、めっちゃ滑る。ここよし、俺は上から行きたいけど、よし、あー危ない、ガモン危ない。あ、これ当たっていいのか、そう。みんな死んだ、みんな死んだぞ。キノピオだけなんか生きてるけど、確かね、あそこファイヤー出したよね。ファイヤー出したからここのファイヤー取っていこうか。よし、オッケー。これで走っていけると思うんですよね。どんどんこれで当たってもいいぞ、1人ぐらい。よし、走っていこう。で、このままジャンプする。落ちる感じのコースはないもんな。あ、これ下からしか行けないパターンね。オッケーオッケーオッケー。よし、ジャンプジャンプジャンプ、なるほど、オッケー。やった勝った。あの鍵ドアはフェイクか、危ねえ。そろそろ4900台の大台に乗りたいですよね。4900までいったらあと少しって感じなんですけど、このまま、まあ僕の実力で言うと、どうせね S プラスに行ってもまた S ランクに下がりそうっていう感じの気配がムンムンしてますけど、鍛えておかなきゃいけないな。待って待って、これは一番最初に行った人の勝ちっぽいけど違うのか。うお、やっぱそうだ。これはね、良くないな、このコースは。よし、それじゃね、どんどんやっていきましょう。今のね、一瞬でもうレート10減ったもんね。さっきの一瞬で10減ったのは本当にきつい。10結構大きいからな。よし、それじゃ猫マリオのままゴールって書いてたから、これ上に行ってみるか。で、走る。オッケーオッケー。これは俺はもう抜けないでしょ。で、こっち左でしょ。猫なくない、猫なくない。スタートかやり直してみるか。猫がどっかあるってことかな。猫どこにある、なるほど、そこにあったのか。え、ちょっと待って、え、待って、俺が出したやつだぞ、俺が出した、俺が。もう最悪、もうマジで最悪、なんだそれ。いや、みんなにベル取られまくるとか、まあいつもの通りなんですけどね、だいたい取られまくるよね。じゃあ出すなって話だけど、最初にね、もうルイージがもう取って走っちゃってるから、ちょっと焦るよね。で、ハンマーブロスを倒してからゴール。待って、これもさ、待って、これもさ、もう最初スター取った人の勝ちでしょ、絶対そういう感じでしょ。で、このまま俺は走っていく。オッケー。え、なんだこれ。はい、それじゃあね、これでラストバトルにしたいと思います。いや、なんかね、今日のコース瞬時に終わるコースっていうのかな、運感があるコースがめっちゃ多いよね。最後はしっかりね、いいコースであってほしいって思ったけど、待って、これもちょっとやばい。最初のマリオ、あ、待って、投げないで。よし、オッケー。で、俺は3番ね。で、このまま透明度感に入ってゴールはないでしょ。もうそんなんはやめてね。長いな。待って、マジで嘘でしょ。いや、これで最後はないな。いやね、最近ちょいちょいあるんですけど、あれで最後はないと思いません？負けてもいいからね、もうちょっとバトルしてやった感があるコースで終わりたいと思うんですよね。いつもあのロホいつもいるな。あのキノピオいつもおるね。もう3戦連続ぐらい戦ってる。勇気ファイヤー、なんかこのコース楽しそう。最後ぐらいはちゃんとした両コースで終わりたいんですよね。いやー、来た、なんか楽しそうだけど難しそうなコースだぞ。こういうのがね、やっぱバトル感あるんじゃないかな。それじゃあ最初にね、キノコをぜひ取っていきたいけど無理か。よし、キノコはないでいいや。で、下から行くか。そして、で、猫まりになる。そして、オッケー、このまま走っていくか。あ、待って、危ない、これ危ない。で、危ない危ない、あははは。このコース多分難しいかもしれない。ただアイテムが結構落ちちゃってるから、ポンポンいけるんじゃないかな。で、左に行く、ジャンプ、そしてファイヤー取るか。で、スターがあるじゃん、スターが。オッケー、来た、これは熱いんじゃないかな。よし、スターを取って上から行ってみよっか。上からが安全っぽいから。よし、オッケー。で、このまま走る。で、ジャンプ。よし、で、カートに乗っていくのかな。
カート乗って行ってみる。いや、カートは乗らないで行こうか。うっそ、マジかよ。ゴールどんな感じか見たかったな。イヤホーイヤホーとか言うんだイヤホーとか言うんだ。え、初めて聞いた、あんなキノピコ。はい、それじゃあ今日のみんなでバトルはこの辺で終わりたいと思います。いや、今日はねちょっと調子が悪かったんですが、コースが悪かった、それでもねミンバトは楽しいということで終わりたいと思います。まあ、こんなね僕の動画を見てくれて、スーパーマリオメーカー2買いましたよっていう方がねちらほらねいてくれてるんだよね。ほんと嬉しい。もうそういうのもうめっちゃ嬉しい。まあ、そういうのもねやっぱ嬉しいし、いつも見てくださってる皆様ありがとうございます。それじゃあまたね。